私たちを乗せたバスは金の根学園に近づいていた。あれが金の根学園なのね。すごい、塔が立ってる。あの塔に金がついてるんですね。だから金の根学園なんですね。塔が立ってるよ、塔。オスの匂いがしてきたわ。股の間がしびれるわ。すごい、塔すごい、本当に塔すごい。頭がしびれる。あそこにいる野獣たちにアリサってごめんにされるのね。股の付け根がしびれる。塔すごい、塔近くで見たい。頭がしびれるな。いろんなしびれ方があるんですね。本当にばっかみたい。お姉様、男男って男なんか大嫌い。塔何でできてるのかな。ああもう、塔なんかなんでできてたっていいでしょ。ダメ。どうしてよ。木でできてないと倒れた時危険じゃない。どっちにしたって倒れた時は危険よ。くつきさん、ちぐさ先生、どうしてそんなにピリピリしてるのかな。それはお姉様は男子がいるから精神状態が不安定なんです。なんだ、やっぱり抱かれたいんじゃない。素直じゃないのね。バカ言わないで。くつきさん、先生に話してごらんなさい。どうして男子が怖いの。なんで聞くんですかそんなこと。生徒のことをきちんと把握するのは教師の務めよ。それに私はあなたたちのメンタルケアもしてるんだから。これも給料のうち。はい、スマイル。嫌いっていうか、お姉様は昔男子にひどいいたずらをされたんです。それで若葉、いたずら、性的な、性的な。どんないたずらされたの。言いたくない。こら言え、ごちゃごちゃ言いなさいよね。まんぐりまんぐり、やめてよ。お姉様の性感帯は背中です。つい、あー、いや、やめて。つつー、わかった、言うわよ。だから背中はやめて。もう、本当に双葉ちゃんは素直じゃないのね。まったく。あのね、昔小学生だった頃。お嬢ちゃん、バナナ食べない。バナナ、バナナどこにあるの。おじさんのバナナだよ。ほら、黙って聞く。みんな小学校の高学年になるとブラをつけ始めるじゃない。私その頃発育悪くってさ。今もあんまり変わらなかったりして。ねえ、黙って聞くって言わなかったっけ。そうだったね。うん、まあ気づいたら私だけノーブラだったのね。かわいそうです。同情ありがとう。そしてある日、クラスの男子の間でブラのホック外す遊びが流行ってさ。お姉様、その先はダメです。自分の傷口をえぐる行為です。そんでどうしたの。私のブラのホックを外そうとした男子の手が直接未発達の洗濯板に。さっくりきついこと言わないでください。思いっきりぶち当たって。あらまあ、そいつ心底焦った顔してなんて言ったと思う。洗濯板。違うわよ。くつき、男だったのか。で、真顔でクラス中大爆笑よ。悲惨ね。それ以来お姉様は男子が嫌いになってしまったのです。本当は彼氏が欲しいのに。欲しくなんかない。お姉様不憫です。それ以来胸の発育まで止まってしまって。待ってないわよ。胸なんかそのうち大きくなるよ。 D の私が言うんだから間違いないよ。そうそう、アリサはいいだけど胸なんかすぐに大きくなるから。私 B よ。別にないわけじゃないの。バカにしないで。本当は A カップなんですけどね。わあ、私と同じです。若葉、胸の大きさで喧嘩しないの。先生はいいですけど喧嘩しないの。もういい。あんたたちに話して私がバカだったわよ。どうし。何よ。どうしって呼んでもいいですか。あのね、さあ皆さん、いよいよ金の根学園に着きましたよ。それでは改めて所注意、くれぐれも男子には注意すること。いいわね。すごい、あんなに男子がたくさん。お姉様すごいですわ。男子が肛門に鈴なりですわ。まるで動物園の猿ね。ねえみどりちゃん、どの猿がいい。私はね、言えないな。同志はどの猿がいいですか。だから同志って呼ばないで。男子の一人がバスの前に立ちふさがりました。よくわかんないけど、本当にどうしようもないところね。
私たちは鐘の音学園に着くと体育館に集められ、そこで学園長の訓示を受けた。それからまとまって女子寮に案内された。女子寮に着いた私たちはとんでもない光景に言葉を失った。